遥か昔、栄華を誇ったとある王国は、魔物が化けた肝心によって滅ぼされたという。その魔物の名は、ウルノーガ。うん。お、ここは、なんか木こりの家みたいなとこに。いや、全然違った。あ、でも木こりの家っぽいかな。どこ、ここ。ユグノア地方山小屋。あながち間違ってない。え、仲間はおらんわけよね。仲間たちはどこへ逃げたの？あ、扉ここ。お、無事。すげえな、ピンピンしとるやん。よかった、気がついたのね、アイナ。大丈夫か、風邪ひいた？外はまだ雨よ。服も濡れてるし、暖を取りましょう。どこから持ってきたその毛布は。めっちゃなんか質感がすごいな。君を助けられてよかった。もう二度とあの日のようなもやしたくなかったから。君とデルカダールの姫を救うため、エレノア様をおとりになった。ロー様は君にそうおっしゃったはず。そう。私こそが、エレノア様に命を救われた、デルカダール王の娘なの。16年前、君を抱いたエレノア様に連れられ、私はユグノア城を脱出したわ。でも魔物の集団に追い詰められ、エレノア様に私に、君を預けると、おとりとなって私を逃がしてくれた。それなのに、魔物に見つかり、幼く非力だった私は、逃げる途中で川に落ち、君を手放してしまった。あの後、ロー様に助け出されたのが、私ではなく、せめて君であったならと、何度も思ったわ。君とはぐれた後、私はロー様と共に、故郷のデルカダール王国に向かったわ。お父様に助けを求めようと思ってね。でもお父様は私が死んだと決めつけ、勇者に殺されたのだと広めていた。まるで真実から人々の目を遠ざけるように。ロー様は、お父様をそそのかしている者が背後にいるはずだとおっしゃっていたわ。お父様を利用しているのは誰なのか、真実を明らかにするため、私とロー様は旅に出たのよ。でもその時に、自分が死んどるって噂が広まっとるけんって、ね、ちゃんと父親の前に出て名乗り出てくれたらこんなことにならんかったかもしれんやん。なぜそこで、ああ、私は死んだことにされたのねってなって旅立つかな。でもまさかグレイが来るとは。もしももう一度襲われたら、次は逃げ切れるかどうか。グレイグ様を呼びに行かなくてはっていうあれは聞こえてなかったんか。マルティナには。新手が来るみたいなこと言おったもんね。仲間たちは？またどっかで合流せんといかんってことよね。しばらくは二人？それはちょっとなんか。雨が上がったよね。とりあえずユグナー城に戻りましょう。あ、まだ近いんここ。まあ、下に落ちただけやけん、そんな遠くはないか。さーて、戻りますかね。ん？鹿がおる、鹿が。別に鹿には何もできんのやっけ。喋らんよね。喋らんよね、鹿は。めっちゃ馬欲しいんやけど。邪魔邪魔デスフラッターが現れた。しばらく二人っていうのはちょっと戦闘的な面でね、心もとない感じが、するんだよ。するんだよ。そしてここは一体どこなんだ？え？今私は？あ、そこね。結構近いな。結構近いけど、馬が欲しい。めっちゃ馬が欲しいんだけど。こんなところやったらなんか、とっくに見つかりそうなもんやけど。おう、なんだなんだ。お、馬？え、あれは？うえい、もう来たやん、早っ。しかし平和な音楽のまま。やはりな。
あのようなことで死ぬとは思わなかったぞ、悪魔の子よ。グレイグ。あの忌まわしき日より16年、姫様ご健在なりしは、このグレイグ、妨害に喜び。しかし、何故悪魔の子をかばい立てなさるのです。姫様であっても、使命を打ち放さるなら、切らねばなりませぬ。グレイグ将軍、あなたの立場はわかります。ですが私たちにもやるべきことがある。どうか私たちを見逃してはくれませんか。姫様、我が主君はデルカダール王のみ。主君の命令が何よりも優先されるのです。そう。相変わらずね、グレイグ。あなたの忠誠心の強さは誰よりも知ってるわ。きっと話しても分かってくれないわね。それなら。おお、マジか。マジか、戦闘モード。でもちゃんと切らんっていうところはあれよね。驚きました。なかなかのお手前ですぞ。16年前はただのおてんば姫であられたが、相当の白場をくぐり抜けたようですな。ふざけないで。戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり？ほら、ちゃんと全部剣の束で受けよるもんね。おう。切った？姫様こそ、私を甘く見ておられますぞ。悪魔の子をかわいながら戦うなど、少子千万。それで私の剣を裁けるとお思いか。グレイグ。やっぱり思いとどまる。姫様。今なら。やっぱり姫様には弱いじゃないか。あ、しかも馬を取ってく。アイナ、乗って。強奪。振り落とされないように気をつけて。てか、何故カバオも何もね。もともと仲が良かったのはしっとりやろうに。マルティナ姫、あなたは一体。やったね。あ、もうこんなとこまで戻ってきたやん。やったー。で？あ、この先に、あ、あそこにみんなおる。何勢揃いしてちょっと。ちょっと、みんな、あたしらを探しなさいよ。あ、見て！帰ってきましたよ。え、何？追手はもうおらんの？ここには。無事じゃったか、二人とも。ロウ様、ご心配おかけしました。グレイグの襲撃を受けましたが、なんとか逃げ切ることができました。追手はやはり奴だったか。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃな。やはり今のデルカダール王国には、魔物がはびこっておるとみて間違いないだろう。遥か昔、栄華を誇ったとある王国は、魔物が化けた、肝心によって滅ぼされたという、その魔物の名は、ウルノーガ。うん。わしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ、遥か昔より暗躍し続ける、邪悪の化身よ。おそらく今のデルカダールも、その魔物が牛耳っておるのじゃろう。え、じゃああの王様は違うってこと？王様は？死んだ？それか捕まっとる？良いか、あゆなよ。この世に生きる全ての者たちのために、お主はウルノーガと戦わなければならぬ。邪神なきこの時代に、勇者としてお主が生まれたのはそのために違いない。だがウルノーガは未知にして強大。闇の力をまとった恐ろしい奴じゃ。無策で奴に立ち向かうことはできまい。闇の力。私、聞いたことがあります。命の大樹には、闇の力を払う何かが眠っていると。やはりお姉様、アイナ様を連れ、命の退治に行かなくては。ふんふん。アイナよ、この枝を持て。この虹色の枝は、かつて命の退治の一部であったもの。だからもともとそれは私が手に入れるはずだったんだって。途中で奪っていったんじゃないか。勇者の力を持つお主ならば、退治への道のりについて、何かを知り得るやもしれん。やっとゲットしたよ、もう遅いって。どうだ？何か見えないか、アイナ。
なになに？しかし何も見えなかった。何も見えんのかい。何そのま、何も見えないって。その枝偽物？まさかあの情報はガサネタ掴まされたってこと？ここまで引っ張っといて、ありえないわ。はっはっは。まあ仕方あるまい。これからはわしと姫も同行し、命の大事への生き方を見つけるとしよう。よろしく頼むぞ、アイナよ。お、仲間になった。ローとマルティナが仲間に加わった。焼き品あふれるね。姫様だけあって。え、でもおてんば姫やったんよね。じゃあその気品というやつは別に、行方不明になってから身につけた気品？さあ、これで仲間も増えたことだし。さてさて、やっていくかね。何をかちょっとわからんけども。とりあえず何、どこに向かえばいいの？世界を冒険、何そのふわっとした目標。世界を冒険して命の大事への生き方を見つけよう。なるほど。なるほどね。わからんけど、とりあえずなるほどって言ってく。とりあえず。ね、手に持ったままなんそれ。ん？おい、あいな、枝が。なになに？光り輝き出した？さっきから光寄ったけど。お、見える？お、なにあれ？ここに行けってこと？オーブがなんか。何かしらのオーブが。びっくりした。一個だけないんかと思った一瞬。それを拾いに行く旅かなと思ったけど違うね。どういうヒント？今の。みんなに見えたんあれは。ちょっと、何を今の。私にも見えたわよ。天空に佇む祭壇。あと、6つのオーブも見えたわね。あれは一体どこ？お姉様、もしあの祭壇に6つのオーブを捧げれば、命の大事の道が開かれるということでは。あ、なに？今の現状じゃないんや、あれ。マジか、それを集めに行くわけ。すげえ、大事の生き方が分かっちまった。これが虹色の枝の力か。ここまで探し求めてきた甲斐があったぜ。あ、それか。今見たオーブってこいつのことだよな。デルカダール城から盗んできたこいつに、そんな意味があったとはな。じゃあ一個はこれでゲット。俺には俺の使い道があったんだが、そういう話ならこれはお前にやるよ。大事に使ってくれよな。ありがとう、カミュ。友達思いの優しい奴だね。おお、なんだ、持ってる。ロー様、売らなくて正解でしたね。仮面舞踏会でもらったそのオーブ。マジで？もらったん？仮面舞踏会で？うん。危うく真の価値もわからず、ロギンに変えるとこじゃったわい。さあ、アイナよ、受け取るがいい。なんだ、2個手に入った。ちょっとちょっと、セイナたちは持ってないの？あとあんたたちだけよ。祭壇のあった場所は命の大樹の真下。おそらく、死者の森と呼ばれる秘境だろ。アイナよ、道は決まったな。残り4つのオーブを集め、死者の森にある祭壇に捧げるのじゃ。残り4つのオーブ。でも一体どこから探せば、2人は持ってないんやね。オーブといえば子供の頃、海底に沈んだオーブがあるって聞いたけど、そんなの雲をつかむような話だしね。へえ。とにかく今は手がかりがない。世界中くまなく回って、情報を集めるほかなさそうだな。うん。世界中くまなく回るには、まずソルティコの町にある水門を抜け、外界へ出るのがいいじゃろう。ソルティコの町。ソルティコはダーハルーネの町から、船で北西水までたどり着けるはずじゃ。すべてダーハルーネの町からな。幸いソルティコの町には、ジエイゴというシリアン漁師がおる。わしが頼めば、心よく水門を開けてくれるじゃろうて。顔が広いね。お、どうした？ソルティコの町もしや出身地？よし。それではオーブ探しの旅に出るぞ。ウルノーガを倒すため、6つのオーブを手に入れ、命の大事の道を開くのじゃ。ちょっと出身地っぽい感じするね。さあ、それじゃあちょっとルーラーで、ダーハルーネに戻りますか。ダーハルーネの街。はい、戻りまーす。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。